こんにちは、御岳です。ご挨拶に伺いました。はい、ありがとうございます。昔からあんまり会う機会は多くなかったけど、記憶通り凛としたおばあさんだったな。かなり厳しいって噂だし、あの子もおとなしくなってるといいんだけど。はーい、こんにちは、霧ヶ谷瞳子です。って、あれ、蘭さん？瞳子、なんで瞳子がここに？なんでって、ここ私ん家だし。蘭さんこそなんでうちに？もしかして着物に興味あるとか？なら私がいいの選んでと思ったけど、予定があるんだった。いや、だから私がその一緒にイベントに出る相手なんだけど。は？マジで？蘭さんって生け花とかやってるんですか？イメージじゃなくて悪かったね。おばあさま珍しく任せるなんて言うから何かと思ったけど、粋なことするじゃん。蘭さんの着物を私がプロデュースか。いけばなやってるのは意外だったけど、面白くなってきたかも。着物のことは大船に乗ったつもりで任せてください。最高のパフォーマンスになるような着物バッチリ選ぶんで。ああ、あの時の子がまさか瞳子だったなんて。あんまり話したことないからよく知らないけど、さすがに変わってるよね。早速作戦会議しちゃいます？私の部屋ちょうど片付け終わったし。あ、いや、私は先に会場の下見に行くつもり。話し合うにしても広さとか雰囲気とか分かってないといろいろ決めづらいと思うし。あー、確かに。じゃあ一緒に行きましょう。秒で支度するんで待っててください。なんか不安だな。はあ、フロアなんですね。なんか思ったより小さいな。壁も白一色で飾り気とかないし、超シンプル。え、そう？私は結構広いと思うけど。壁が白い分すごく明るく感じるし、いつもより開けてるっていうか。私的にはめっちゃ広い会場で何千人ってお客さんの前でパフォーマンスするイメージだったんだけどな。そんなの華道でやるわけないでしょ。ま、何もないなら足せばいいだけですよね。展示会のディスプレイデザインやってる知り合いがいるんで、ここがいい感じになるようなものいろいろ持ってきてもらいます。そんなことできるわけ。そこにいるのはもしかして蘭さんに瞳子さんですか？いけばなと着物のコーナーは二人に決まったと聞いていたけれど、まさか今日会えるなんて思っていなかったわ。イーブ、それに白鷺さんもどうしてここに？今度のイベントに私たちも呼ばれているのよ。もちろん出演者ではなくリポーターとしてだけれど。各コーナーを回って紹介するお仕事なんです。マジ？パスパレまで出るとかめちゃくちゃ豪華なイベントじゃん。私たちのコーナー派手に盛り上げるんで、紹介の方もバッチリお願いしますね。ハードル上げすぎじゃない？いやいや、私が関わってるんだから大成功間違いなしですって。中身はまだ全然考えてないけど、私には見えるんですよね。めちゃくちゃ盛り上がってるお客さんのイメージが。どんなコーナーになるか今から楽しみですね、千里さん。ええ、当日を楽しみにしているわ。
任せてください。派手に盛り上げるか、イベントを成功させてみせるって意味だよね、きっと。どんなコーナーにしたいか私も考えまとめておかなくちゃな。